はい、どうもおはようございます。こんにちは、こんばんは。ドラゴン TK です。ではね、今日は金鉱石の方の採取の方、一番ね、多くバザーとかでもいい値段で売れるやつなんでね、そちらの方をやっていきたいと思います。まあすでに出ているやつもあるんですけど、俺の行くところはこの森林の近道の方で撮ってるんですけどね。まあここら辺のなんか敵あるんですけど、そこら辺を無視していっていただいて、まあこれでスラッジマンとかもマッドマンか、まあこうやってね、あれ、おお、危ない危ない、え、あ、いたあれって一瞬ん、あ、こっちやってるのか、そうやね、こっちやね。こっち。いや、あれ違う。あれん？ちょっと待って。マップ確認させてくださいね。この下やね。あ、痛い。あ、よいしょ。あ、ここに、ここに登ってくる。ちょっとやばい。ちょっとぐだぐだ感が半端ないですね。まあ一応ね、ここら辺にもスライムやマットマンいるんで、もしボードクエストの方でね、出てて金鉱石も取りたいなーって思う方いれば行っていただけたらいいかなみたいな。この上なんですよ、この上にね、鍵のついたスライムがいっぱいおるんですよ。何匹おるんやろっていうそれがちょっとね、ほらね、これこんな感じでいるんですよ。ほら、よっと。んでね、レベル40か。なら問題なさそうですね。んで、ここで、ほらよ。グレン爆弾は使える人ならね、これを普通にやっていけるんで。ん？強弱粘液。これも取れんのか、こっちから。スライムリキッドとかはね、地道使えないんで。で、ここにね、こうやってあるんですけど、取れるかな、取れたら嬉しいな。あー、出ない、くそ、あー折れた、あー出ない。でこれをね、まあその周回していただけたらいいかなみたいな。まあ今のところ俺ちょっとまだサポートコース最初にするの忘れてて、出にくい、ものすごい出にくいんですけど、まあこれでね、まあソロでかつその黄金石とか使ってないよっていう方がいれば、まあこんな感じでねやっていってくれれば、多分出ると思いますね。前ね、4個ニコニコやって、4個、いた、出たんでね、そういったことも踏まえて一応言ってるんですけど、プルトイプメッサ持っとるやん。おお、戦いたいなやめとこ。今はあっちの、あ、これしちゃうわ。まあブラッドオブ集めの時にね、できたらまたそんな感じで美容稼ぎつつみたいな感じでね、動画出しますんで、まあそちらもね、またやっていきたいと思いますんで、そういう時にまたああいう風に出てたら、ああいう、あそこから買っていきたいと思います。あ、じゃあ無理か、ここはくそんでね、おいしょい、その金鉱石なんですけど、だいたいね3万ぐらいかな、だいたい2万8000ぐらいから、うん、いい感じに売れ、2個あったら売れるんですよね。まあ一番おすすめの金策方法ですね、今のところでは。うん、ただね、博打的な感じが半端ないんで、そういうのが嫌な方はね、ああいうキノザの方に行っていただいて。あれ、どっからや、あ、もう文字を言うか
切れた、あ、ちょっと待って、あ、やばい受けるな、これは覚悟しとこう。よしよし。でね、そのキノさんの方にいただいて、アンジェリカであったり、そのアンジェリカを取ったらイエローゼもね、たまについてくるんですけど、そちらの方をね周回していただけたら結構いい値段で売れますよ、アンジェリカの方がね。イエローテーマ最近ちょっと落ち込んできてる、んでね、前は2000ゴールドぐらいで売れてたんやけど、最近はもう1400とか、だいぶ減ってきだしてるんでね、バザーで。ちょっと効率悪いなぁ、みたいな。まあ、もしね、金鉱石、まあ一番主流なんがそのどこだったかな、あれ違う、なんか、あれなんかついてるけど、なんかついてるけど、これ何やこれ、一応消しておきますね。あ、フィールドマップね、これこれ。フィールドマップのこの下の方の斜陽のテラスの方でね、紅白の塩のクエストのある場所で床所あるんですけど、そっちはねもう出してる方いるんで、おおね一応出し、そっちは別にいいかなみたいな。あ、やってもた、あ、入んの忘れたあーか、やってもた。あー、ちょっとね、体が体の方が少し調子悪いところがあって、そのせいでなんかちょっとした頭の回転が鈍ってるという。あー、やばいわほんまに。でもで、この中に入らんとまた復活しないでね。まあそれはもうし、まあそういう仕組みなんでいいんですけど、まあね、これからね、もうこの実況をしていくにあたって一つね、アイデアなんかな、クレームといえばクレームになるんですけど、まあそのクレームを拾い上げてやってくれる方がいればね、それもアイデアに変わっていくんで、そういった感じでね上げていきたいと思います。一つの動画が二つの動画につき一つにしようかな思えて、ちょっとそこね、あ、こっちエンド来たもんだもう毎日ら出て俺が散ってまうわなんで、それでねアイデアの方一つか二つの動画につき家行っていけたらいいかなみたいな感じで、いろいろねやってるとこうやればもっといい感じにゲームになっていくんちゃうかなっていう、そういうねアイディアあったらいろいろ上げていきたいと思いますね。まあこの動画内であったりだとか、あとは他のゲームであったら他のゲームのね、あ、ここねもうちょっと こういう風にしたらいいんちゃうかなみたいなことあったりしたらね言っていきたいと思いますね。まあそれでスタッフの方が見てくれたらいいんですけど、まあ見てないことが多いんでね、やっぱね そういうの見てないんでしょうけどね、やっぱり。おー、スルリングいますね。まあね、今日はまあ最初なんでそこまで大したアイデアって、アイデアなんかな、ちょっとこれは不便ちゃうかなって言ったところをね言っていきたいと思いますね。まあそれも後にしますか。今はね金鉱石が出るところを見せたいんで、何回か回りたいと思いますね、こっちの方。ああ、また切れたよ。
よいしょ、あっちゃうかった。マットマン、あ、そうそう、あとね、このマットマンからクラフトレベル7の、いや、クラフトレベルちゃうわ、そのクラフトで使えるレベル7のね、そのクラフト用素材がね取れるんですけど、俺ちょっとね、それどんな名前やったか忘れてたんだけど、あの砂の素材なんですけどね、それが結構いい値段で売れたんでね、またそちらの方も上げていけたらいいかなみたいな、あーちょ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 ことを思っていますね。スライムスライムスライム、アイムスライマン、おしゃい、あーにあと2匹残ったか、まああとはこっちでいいか、ほらよスライムリキッド、頼む出てくれ、頼む出てくれ、頼む、あー出ない、頼む、この動画内だけで、動画内だけでは出してほしい、頼む、マジ頼む、あー出んか、出るところを見せたいんですけどね、なかなか出ないですね、やっぱ、やはりこんなもんか、まあでもね、こっちはほとんどダメージ受けることないんで、ちゃんと敵さえ避けていければ、先はちょっと敵避けきれなくてダメージ受けたこともありましたけど、うん、あの白いキメラがおるんでね、一番近い方のはそいつに受けて死ぬことがね何度かあったんで、あ、これは分かるなと思って、ソロでかつ一人で頑張ってるよという方いたらね、それでもって検索したいなという方いれば、あっちの方のもうスライム倒すだけなんでね、死ぬよりかはマシやろと思ってどうこうやって動画を上げてる次第でありますね。頼む、動画内で出てほしいな、金鉱石、まあ出るってことは分かってるんでね、前にも俺出て4個ほど打った記憶あるんで、まあそれでね、あ、またこっち違うなんかちょっとねややこしいんですよね、この漏れなのか、まあこの道路沿いに行けば行けんすけどね、普通に。まあね、金鉱石に入れてほしいですね。あと、いろいろ紹介していけたらいいですね。まあ、紹介動画の方がね、やっぱり見てくれる人もいると思うんで、やっぱり。そういった感じで、あとね、冒険の方もしていきたいと思いますよ。4人パーティーで自分でね、まあ、サポートボーンですけど、4人パーティーで。パーティーじゃねえよ、それ。ちょっと俺、どっちみち一人やんけ、っていうね。まあ、それはいいとして、冒険もしていきたいと思いますね。まだ行ってないところもね、多々あるんで、バートランド平原の方も行きたいな思ってんやけど、なかなかね、行く機会が。ああ、それで、あとね、このパールマッシュルーム10個のクエストがこれなんですけど、ほんま嫌なってきますよ、10個あったら3万ぐらいで稼げるやんっていうこのクエストいらんやろっていうね、ほんまにそれやったらもうちょっと優しいクエストにしろよっていう、せめて例えばこのマットマンから取れるクラフトレベル7のー素材であったりね、スライムから取れる強弱燃費であったり、いろいろね、ものもあると思うんですけど、なぜかパールマッシュルームっていう。でもって、その、もらえる AP